さあ始まりましたよいちゃんセカンド超特別編ルアー作りの神様加藤誠二プロの、はい、琵琶湖古藩のアジトと言いましょうかなんとなくそういうところにお邪魔して、はいえー、収録させてもらっておりますではいえー、加藤さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、どうもよろしくお願いします、えー、まずなんですが、はい、もう加藤さんといった私の中ではもうルアーなんですよ <ラッ>しかもツエルルアーを作ってくれる方いろいろお世話になりましたありがとうございますというのがもう特にお世話になりましたのが、B、フリーーズというルアーですね懐かしいねはいもうあれでシーバスをたくさんつらしていただきましたこの琵琶湖琶湖で私トップ下手なんですよただあの動くねあの非常に動くペンシルサミーと言いましょうかね あれでたくさん釣らしていただきました。その他出すもの出すもの当時のラッキークラウトさんから出てくるもんが全部釣れるんですよ。まあいい時代でしたよね。はい。釣れるルアーがどんどん出てきました。当然あのいろんなルアーを使うんですが、やはり釣れるんです。特にシャットも。この釣れるルアーというのはまあたくさん世の中にあるんですけど。はい 加藤さんの中でそのルアー作り釣れるルアー作りというのはやはり急な思いつきかあそこねあの、まあ、いろんなパターンがあるんですよね。はい、急,急な思いつきっていうか、はい、基本は魚釣りしててこういうルアーがあったらいいのになあって思う,う,うまあそれがスタートラインなんですけど、はいはい、ただそのこういうルアーがあったらいいのになあって ってなって思ってもそれをすぐものに作ろうと思うかどうかって結構微妙でまあこういうのはあったらいいのになって,ってあったらいいのになってあそういやあれ使えんじゃんみたいになればまあどっちかというとそれ使ってる方が簡単じゃないですかそうです僕も目にしてみたら。だからそういうのを使ってるしまあそれでもいやちょっと待ってよこんなの本当にダメなのかなみたいな思ってスタートする。 だからこんなのが欲しいなプラスなんかちょっとしたきっかけでこうしたらこれいけるんちゃうみたいに思った時がまあものを作るスタートラインでただ今のそのえお話になれた「ビーフリーズ」とか「サミー」とかは逆に出だしがまた違うんですよね。サミーは僕はアメリカにに行った時に そのあ,あるプロが使ってるのを見て、はい、でその人が「はい、これ日本のルアーで、はい、お前手に入らないか?」って言われたのを、はいまあ、僕が探して送,送るんですけど、まあ、それがきっかけでその制作者の山子さんっていう人にも出会って、はい、でラッキークラフト始める、まあ、前の話だったんでそれがでラッキークラフト始める時に、うん、あ,のあのルアー作りたいなって思って。 あの似たようなルアー作る,作るけどいいですかって挨拶しに行ってあそんなルアーのメーカー始めんのみたいな頑張ってやってやるみたいな感じであの話していただいてでサミーを作ってますし B フリーズなんかはあのカタログ用にカタログ用に空いてるスペースが必要埋めるルアーが必要で,で。 そこにい入れるためにデータ作ったんですよ。え、そうなんですか。それがあの名作に。はい,はい。だからもう全然全然。はあ<ー>。まあまあまあきっかけは全然違う<ー>だからさっ,さっき言ったものが欲しくてっていうよりも、ビー、うん、フリスなんかはもう理由が全く違って。へえ、うん。一、うん、月にカタログ用にその仕事,は<ー>仕事してる時に。はい。 いや加藤さんここにミノを作るって言ってましたよーミノをどうしましたんって言われて「はい、いやちょっと待って <laughs> すぐ作るわ」って言って、はあ、データ作って、はい、もうこれ入れといてって送ったのが、はい、データからできないですねまあまあどっちかっていうとデーターデータ先起こし、はああでそれが現物になっていったとそうですそうですでもそれもだから 言われてミノミノはい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 みたいな感じでんこんなルはこんなミノあったらいいやんって思ってババって作ってるから結構良かったりもするんですねああなるほど、ね、自分の中の頭の中にあるイメージでババって作るんではいはいはい、はいはいはい、それがあの名作になったわけです、ね、そうそうだから何がきっかけでどうなるかっていうのはまたまあそれがいろいろ違ったりして面白いんですけどパッと思いついてスッと形になるやつの方が釣れるものになる可能性が高いです僕の場合は。う ちなみにそれってどれぐらいの期間ですか思いついて形になるまで早くて早くて3日もあればフリックシェイ<あ>ク三日でしたよあ,あ,あ,あ、三日ですかえならんやついうのはだいぶ時間がこうかかってああもう3年かけても四年かけてもできない結局はダメなんですねそれはダメですねだからあの僕五年かけてやりましたって言っても五年目に思いついてるだけなんですようん だから結局パッとできてるんですよ。そういうことなんですよね。そういうことなんですね。うん、今一緒にちょっと頭混乱しましたけど、そういうことなんですね。そうそうそう、五年かけやりましたって言うけど、五年間はいろんなことやってんだけど、そう、思いついてないんですよ。その。ああ。五年、目にパッと思いついて、なんや。これでやんってな、こうやったら、たら、それはいいんですよ。でも五年間悩み続けて、やり続けて。 改良し続けてできましたとかって渡しても絶対ダメ大抵一番最初作ったやつが自分も、うん、ああそういうことなんですかね、うん、だってそれ思いついてイメージでババって作ってるからイメージパツって合ってるから大抵それが一番いい結局そうなんですよね人間ってその後からするよりも最初のインスピレーションでやる方がいいものができたりす、うんうん、そういうことが分からないですね3日はでもすごい早いですね 日あれ,ればこうだって思いついて次の日にはもうものができてその次の日に釣り行ってああやっぱねってなって次の日には修正して終わりでしたからかっこいいですねしかもあのテストに行ってって言わないですね釣りに行って、はい、釣りに行くきます <laughs> テストっていう言葉使うんですけど一回もテストがないですね釣りに行くんですね釣り,釣,り釣りに行く,、ね、に行く <laughs> それ持ってね はい、あ3日でできるものはできるけどできないやつは5年経ってもできないそうです、ね、5年かかってもできないけど、うん、5年目に思いついたら5年目にやっとできる時代がパッとできちゃそうとそ,うそ,うその時にほんまに思いついた、ね、ら5年,間5年間の間はインターバルはまあ、はっきり言って休憩してるの結局できるもんは意外とスッとできちゃうもんなんですよねそうですねそう,ですそういうことになっちゃうんですよね 思いついたのを形にしたときに思いついた通りだったら割と釣れるものになるし思いついたものを形にしてそれが思いついた通りじゃないと結局直して直して近づけていかないといけないので,で直して直してしてるうちにどこ行っちゃったか分かんないみたいな感じ <laughs> なるほどなるほど <laughs> なるほどどねあななるるんで。まあ、でただ その仕事をしないと自分の中にたまらないんでノウハウがそう直して直しての仕事が積み重なってるからなんか違うことを思いついたときにばってできたりもするんで蓄積していくんですよね。そだから何がいいか悪いかはちょっと本当に難しいところなんですけどただやっていったことに関しては全部がそうやっぱりプラスの材料にはなるわけですよね。そうそうそう自分の中の財産財産になるんですよね。 うん、あとはだからどれぐらい忘れててどれぐらい覚えてるのかっていうその加減が難しくて、あのー、あんまり覚えてるとその挑戦できなくなっちゃうんですよ。あれ前にやったしなとかこれもやってダメやったしなとか,だからある程度は僕は忘れた方がいいと思ってて必死になってやっててあれそういえばこれやったことあったかなみたいないことも結構あるんで。 まあその辺は加減が難しいです脳みその中の蓄積を調整しなきゃいけないわけですね。ある程度はもうポイしてだ方が、うん、まああの結局時代も変わるじゃないですか。そこですよね。ね、うん、技術も変わるんで、前できなかったことができるってこともいっぱいあるんで。うん、あの噂によるとトーナメント中に自分のドッグを扱い出したとか。あそんなんはしょっちゅうですあ,<ー>あの試合中に。 まあ自分で作,る作り出すっていうその長い時間かけてやるんじゃなくて、はい、チューニングとかはもうしょっちゅうですし<ー>あのなんて言うかな検証したい派なんですよ。いうこうすればどうなるかそうで研究者タイプなんですよ僕どっちかっていうと。うなのでその試合は大切だけど試合以上に答えが知りたいって思った瞬間はそれをしてみたくなっちゃう、はい、で。 試合で試す。そうですね。試合で試す。試合中に試すこともあるし。あ,<ー>あの、まあまあ、いろいろなことしてます。<laughs> やっぱりなんですね。あの。ルアーを作るきっかけいうのは。やらないかん部分と勝手にできていく部分とか、さまざまなわけですね。要はそう、そうですね。あんまりだから、こう、うこうい、あの。 も勝さんこういうルアーは欲しいんだけど作ってくれないみたいなそれはだからその相手が言ってることと僕がその聞いたその伝言ゲームでどれだけ相手と同じ気持ちになれるかがすごく大切で、ね、だから僕はアメリカに行くのはアメリカのプロが言ってることが僕が分かった方が その人が求めてるものに近いものを作れるからと思うからアメリカへも行くし本のトーナメントもだから誰かに言われてもこれが欲しいんでしょってすって出せるのかそれともいやそれ違うカズさんこっちだよとかあっちだよとかってすんのかっていうのはすごいそのものづくりにストレスになるかならないかっていうのがあると思うんで僕はもうできれば相手が言ってることを同じような立場で理解して。 これだよねって渡して「ああそうそうこれこれ」って言われるような作り方をしたいですあじゃあアメリカの試合も出ながら選手とのそういう会話も、ね、もちろんもちろん,もちろんだだいくら言われてもアメリカで釣りしたことなかったら分かんないじゃないですか。で、まあ、餌も違えば環境も違いますし日本でも同じですよね。はい、バスの例えば霞で釣りしたことないのに 休みの人にカ、うん、スさんこういう色は欲しいんだけどって言われても、うん、イメージできないですねそうですよねまあ全然水質も違えばそう深さもねそうそうそう全部違うんだよだからそういうイメージできるようにするためにはそこで釣りしないとダメだしそこである程度のこの経験がないと答えにたどり着けないやっぱり追求していくとこう。 そこの一つにたどり着いていく。あ、そうですね。そうですね。すまあ、それ作るノウハウっていうのは、もう莫大な量のそのルアーを今まで作ってきた。はい。それが全部入っているわけですよね。ま、はい、あ、まあ、まあ、そうですね。ノウハウってか。ってちなみに、今まで何個ぐらい世に出ましたでしょうか。いや、数えれない。そう、真面目に数えたことはないんですよ。で、ただ。はい、種類だけで言うと。はい。 年に三十から四十種類ぐらいのルアは。種類ですよね。種類ね。だから型で言うと。まあ十五から二十ぐらいかな。は最低でもやってるんで。まあ二十五年。やってるということは。うん、まあ四五百ぐらい。四五百種類はあるんじゃないですか。すごいですよね。で。 多分あんまりみんな聞かんと思うんですけどその中で自分の中でこれはヒットと言いましょうかこれは名作だっていうのはどんな感じですか何本かハゲろ言われたらああいやなんかさっき名前が出た、まあ、ビーフリーってかポインターね、はい、あれもヒールワだし、はい、サルもヒールワードし SK ポッパーも好きだし、まあ、フリックシェイクもヒールワだし爆発的に売れてますもんねあれも。 TN も世界で売れてるしうとか,うま,いかまあいろいろありますよ。そうそううで数えきれないですね。逆にダサくいうのはあんまりないですね。えっとねいやありますよ失敗したの企画でやって失敗したのとかでもね多分ねあの両手で済みますそんだけ出した中で。でゼロじゃないです。<ー> それでも両手で済むということはほぼほぼないですね。ほぼほぼない、ほぼほぼない。ほぼほぼああやっちゃったっていうのは両手にないですね。全然範疇ですよね。種類が多いんで。そうですね。ちなみにその肩とかいうのはずっと置いてるんですか。置いてます、ね。だからまだ作れるんじゃないですか。<ー>その会社にあるんでうんどこにどういうふうに置いてあるかわかんないですけど。はい。あの 捨ててなければあの、型ってすごいですよねあれ作るのにお金もかかればそうですね全部そこに技術が入ってるわけですけどねうん私ら小さい時ジムネルは作る時バルサ材重ねて真ん中に針金をこうしてよくやったんですけどそういうのもやっぱりされたんですか子の頃はちょうど僕が ルアー作りっていうかルアーを作るのを仕事にした頃って、はい、その金型でプラスチック化するのが日本でそのプラスチックのルアーを作り始めて10年ぐらいのタイミングなんですよ。はい、でまだパソコンもなくてマッキントッシュがやっとでき,<ー>できてパーソナルコンピューターっていうのができてでえー DTP とかいわゆるイラストレーターとかの辺の後に 3D デザインっていうのが入ってきて、はい、でいわゆる個人のパーソナルコンピューターでその3次元のデザインができるようになるぐらいのタイミングなんですよ僕は。だから多分あのいわゆる個人のパソコンでルアーをデザインし始めたのは限りなくあの一番に近いところで僕は始めてるんですよ。だから その前っていうのはもう手で作るしかなかったんでバルサーを削って作ったりとかもちろんそのプラスチックもプラスチックを積層して積層したのをくり抜いて作ったりとかそういうこともしてたんでただもうそこからどん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 時代が変わってデジタル化されていろんなものが作れるようになってで今に至るんでまあかありとあらゆることをしましたよそういう意味では。 全部をちょうど生きた感じになり、はい、のね、はい。はい。で今のそのパソコンの話が出たんですけど、はい、今はパソコンでまずデザインを起こしてという方もあるんですか。さっきのあのビーフリーじゃないんですか。ああ、全然全然ありますね。ありますそっから3理化して、はい、まあいわゆる過去データがあると、はい、もうよし伸ばしたり縮めたりいくらでもできるじゃないですか。ああ、そういうことですね。うん、そうですね。はい、うそうだからそっから 例えば1 0ンチのミノを作りたいって言っても5センチのミノを作った経験があれば5センチのミノを1 0ンチピュッと伸ばして長さも高さも適当に変えてスタートラインがそこででですすすぐきまよねねそそうのできたスタートラインを自分で形状を本当に手で削るみたいにしていじれるようなソフトウェアを使ってるんでまああの3次元の中で見ながら形変えてってみたいな。 それを今はだったらのプリンターで,とで、ね、えっとそうですね 3D プリンターにするか、はい、切削機で削,削り出すかあ<ー>まあいずれにしても手でやることはないんでんコンピューターにデータを渡せば形に一応できるとそで,そ,で,でそれを持って加藤さんがこっち行くわけですからだから大体僕は湖に出るのはもの持って出ることが多いんで、はい、はいはいはい えっと、釣りに行く、帰ってくる、データ作る、機械かける、夜中に機械が削り上がる。で、朝起きる、もう一遍機械かける、裏表出来上がる、昼には、接着して、夕方には釣ります。ああ、なるほど、そういう性いです。早いですね。今やった早いですね。今、はもう一日でできる。一日ですごいですね。結局持って行って、良ければ、丸。そうっすね。丸ければ、ちょっと直す。 その修正っていうのは、やっぱり、なんですか、その。小さな単位でやるんですか、ミリみたいな単位で。ああ、そういうミリみたいな単位の直しもあるし。うん、もうまるっきり、その形変えるときもあるし、ねあ。なるほどね。もうこれはダメだね。とはい。はじゃあ、もう次行こうと。はい、そうですね。はあ<ー>。まあ、あと一緒や。何も変わらへんや。けど<ー>も。前のあれで二通るやんと。そうそう、同じやから、いいや。んな、使ってたらいいや。ってなるから。 そういう場合はもうそのまま忘れ去るねあ、忘れ去るね、はい、忘れ去るですあまあオクラじゃなく忘れ去るです、ね、忘れ去るです <laughs> それいいですね忘れ去る忘れ去られたうわもう数たくさんあるわけですねいやだから忘れ去られたのは10年ぐらいしたら他のメーカーから本来んんやってたなみたいなのが出てきてはあ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 なるほどいやあんなんよかったよ,こんなんよもうちょっと冷たいよかったなみたいなこともありますよ 忘れされたやつがそれから出てるわけですね。そうそうそう。やって出てくることもあるし、まあいろいろですよ。これもね、ふと思うんですけど、似たような出ますよね。はい。ね。はい。特にあのパクられるとおかしいんですけど、デザインがよく似たやつが他社さんからね。はいやっぱりあれは似てるんですよね。えっとルアーの形状に関して言うと、その元々がまあ。 アメリカにものすごい種類あってうん、うん、でさらに言うとその魚に似せたものも多いじゃないですかはい、はい、だから煮るなって言ってて言も無理ですよね、うん、だからそういう意味では煮たもんはいっぱいあるっていうのはもう僕は仕方ないと思っててただまあよく売れてるのを真似して出てくるのはこれはまあ商売でまあやってることなんでこれもだからまあ真似されたら あの作ったルアーが良かったルアーなんだなって思うようにしないともういちいちそれにそのなんかでって言ってるとキリがないんでキリがないんでただねルアーはなかなかか真似ししてもオリジナルを超えるのは本当に難しいんですよその結局釣れてるやつってスイートスポットにハまってるから釣れてるんでそれを真似すると ドンズまで真似ないと、スイートスポットにはまらないんですよ、うん。あ、そうですね。そう,なんすそうですね。そうですね。あ、似せたのに行くと、似せて、うん、いや、ここちょっと。丸るまる真似るわけいかないから、リップの形ちょっと変えようとか。<laughs> は,いは,いはいはい。はい。で、とか、その、長さちょっと長くしようとか、お腹ちょっと膨らむそうとかってすると。それは、その、要するにスイートスポットから、ちょっとずつ外れるんで。そうですね。うん、難しいんですよ。 この形状でこのおなでこのリップでこの形だからこれになったと。そうスイ、スイートスポットハマってる、ね、ああ、そういうことですね。つれてるってやつはね。で、そのスイートスポットハマってるやつを真似に行くと、はい。はい、まあ大抵大差、ね。なるほどなるほどなるほど。ああ、逆にね、そうなっちゃいますよね。そう,そう,そ,うそうなるんですよ。ールーの場合は。形が似ててもね。形が似せ似てても結局何かを変えないといけない心理が働くじゃないですか。働きます。 あの、どうしてもそのどんずんは真似ると、真似たって言われるの嫌だとか。でも潔くどんずは真似ないと。潔く、潔くですね。潔くどんずは真似ないと、あの、釣れぬもんにはならない。そうですね。ああ。いや、あの、本当、あの、一時、こう、似たようなものがよく出てて。こういうのっ作った方はどう思えとったんかなと私は思ったんですよ。ああ、だから、ラッキーの時のベビーショットとかも、めちゃめちゃ真似されたし。 サミーとかも世界中で真似されたけど、うん、あそうイ、ね、くドンズバで真似したやつはそのまま釣れましたよ、うん。<laughs> コピー言うやつですね、<で>本当にね。丸々丸々丸丸丸丸丸丸コピーですね。丸丸あの仕切りから何から全部一緒だったそれは。すうん。うん、これはそれですごい。だら僕もいいなと思った <laughs> <ん>だって僕が作る時に失敗した仕切りまで一緒ですから。うん。あ。 そそういういこことかそうそこまで一緒だあの仕切りをね作る時におもりの位置を決めるのにどこに置いたらいいか決まらないから長めの仕切りを作って、はい、でそこを決まってからこう位置を決めて長めで作ってるからいらない仕切りもあるわけですよ。そそ、はい、それもそのままっくりあ もうそれは釣れますよ、ね。<laughs> あそうですね。またでそのルアーを作っている中で、はい、色ってありますよね。はい、あれ例えばだいた10色ぐらいですかね電脳が。まあそうですね。ね。それ決めるのってどうす大体のまあこの売れ筋をまず狙いながら。ああのー